ที่นี่จะเป็นร้านที่ขายของฝากเป็นของที่ระลึกของฝากうん、結構難しいよ。はい、まず初めてな。うん、初めて。はい、両手つけて。ジャバッとつける。両手ジャバッとつける。両手。そして両手を添えて。うん。最初リブリみたいに真ん中に穴開けてやってみる。それで真ん中に穴開けとったやろ。そうでしょ。そうそう。これや、リズムで。みんなそれやってみて。あ、すごい。え？あ、すごい。それでコップになったら。まだこれまだこれじゃないの。とっとこや。ああ。これで。うん、で完成で焼いた一回り 15% ちょっと小さくないとだよ。うん。うん、だから10のイメージでちょっと大きめつくんだよな。これまた。こういう形？おう、じゃあ自分の好みや。どういうのがいいかな？それは好き好きやからやな。私はこんなのがええねんちゃったわけやな。大きすぎ？いや、ほんならね、優しい人のものさ、いろいろあるけどや。焼いたらまたちっちゃくなる？おう、これがな、中がスボッと入るぐらいの一回り中さな。まあね、OK やったら自分も OK 言わない。誰も OK 言ってくれへんで。それいつまでも触ってる話やね。ある程度妥協せなしゃない。いや、聞いとるわけやな。これ、糸とこを下げたわけや。うん、ここでもまだやり直していけ、これで遊びあるな。うん、え、あ、見て。ちゃうわ、そこよ。ここで。そこでここ切って OK やな。はい、よっしゃ、左持った。うん、左。え、右持った。うん、だ左じっとして、右だけまっすぐって見るように切り込む。クロスさんでまっすぐ自分で持ってきた。水平の持ってきた。切ります。はい。これをそこ置いてください。置いて。それ指、こう抜かして。これ4点で持ってる。おお。わお、待って。これで外もね、ドンと打たかんね。はい、外。これで外行くよ。じゃあ。全部、メタイ作った。